昼下がり、街中を走る一台の旧車、その運転席には見覚えのある人影が。やはりね、私 D1 で乗っているこのフォードアスカイラインが皆さん印象深いと思うとですが、実は、このような車が好きとですよ、本当は。やっぱりああいうね、競技車とかね、最近の車にはない良さ、これがあるとですね。運転渋いの乗ってるね。あん、そこへもう一台旧車が。あれ、スモーキーじゃない、今日はスープラじゃないんだね。お、なんとギャラン GTO が抜いていったばい。GTO が気になるのを受け、後をつけてみることに。前の GTO にもですね、多分マニアが乗っとるに違いないとばい、おじさん。多分ね、60歳ぐらいの親父ですね。駐車場に入ったので、私もちょっと釣られて入ってみることにするばい。なんか誰かと思ったら永田さんじゃないですか。どこかのおじさんかと思ったんですよ。おじさんなんだ。うん。ロムケンは、これサメブルなんだ。そう。よく知ってるですね。知ってるよ。俺の宝物ですよ。ロムケンもこういうの好きなんだね。もうね、好きっていうか大好き。実は中田さんはいつもこれ乗ってるですか。たまに乗ってるね。やっぱり宝物。宝物。さすが。ノムケン、どこ行くの今からですか、うん、スーパーマーケット。スーパーマーケット、そう、大人のスーパーマーケット。あ、好きや。この近くの中田さん好きじゃないですか。好きじゃあ行きましょうよ。行きますか。一緒に大人のマーケット。最新マシンもいいけれど、私はやっぱり旧車好き。独創的で魅力的、昭和の名車をベースに古き良きチューニングを体験するコーナー、スーパー旧昭和の旧車パーツ探訪。旧車好きのおじさん2人がやってきたのは、知る人ぞ知る旧車界の超有名店。さあ、長谷さん着いたですよ。昭和のスーパーマーケット。昭和50年代にスリップしてきました。50年代。そう、あの明菜ちゃんとか聖子ちゃんとか。あ、もう素敵。そういうわけで私たち今から物色をやったしてる。犬には注意してくださいね。犬、うん、まあそう焦らずにおじさんたちの愛車紹介してくださいよ。だから長さんのマシンは GTO じゃないですか。そう、綺麗しとるですね。でもね、ピカピカ。でもね、いかんところがあるですよ。うん、タイヤとホイール、こんなにでかくちゃいかんとですよ。あとこのミラーとか。そうなの、もうないのよ今。そう思ってこう昭和のデパートスーパーですね。ね、うん、ここにいっぱいあるとですよ。これはちょっと楽しみです。もうね、室内ではね、アパッチ野球軍とか生放送でやっとるし、いろんなところにフラフープやダッコちゃんも下がっとるかもしれないですよ。長さん、このパーフェンは後からつけたんですか。いや、これ純正ノーマル。やっぱりね、もともと昔のこういうスポーツカーでこういうのついてたんですよね。そう。じゃ長さん、俺のマシンも見てくださいよ。ここサメブル。サメブルですよ。サメブルは旧車好きな人も GTR の箱スカとか、うん、30Z とかいっぱいおるじゃないですか、うん、サメはおらんですよ、なかなか。いいよね、サメブルね。そう、欲しかったけど買えなかった。やっぱりで、弾も少なかった。ないんですよね、うん、これね。でもいかんとこはあるですよ。チャンピロ60高級タイヤ、インドネシア産がついとるとですよ。インドネシア。そう、いや、エンジンもピカピカ。読者の皆さんには分からんかもしれませんが、これはピカピカの状態ですよ。普通はですね、もう朽ち果てとるですね、もうこういうふうになっとるとですが、ちょっと埃をかぶっておかげで、これは業界でいうピカピカ。続いて GTO、 皆さん錆びてでもショックを受けないようにしてくださいね。大体な、あの俺のサメブルよりピカピカなんだ。おや、これは何があったんですか。これエンジンなんか違うことの中ですか。ちょっと違うね。最新型のエンジンが乗っけたり。なんですかこれは。ランサーエボの1のエンジン。エンジン。エボ。エボ1。ターボがないですね。ターボは邪道だね、やっぱね。やはりこの手の車には邪道。読者の皆さんは私嘘をついてます。これがピカピカという状態ですね。いや、結構綺麗にしとるですね。最新式のステアリングついとるじゃないですか。ヨロヨロ。違う。あ、じゃモモですね。なんか変なもんがついとるんですよ、これ。F コン V プロ。これは飾りですか。コンピューター。しかも CD がついてないですか、これ。CD ついてるね。チェンジャーもついてる。ダメですよ、カセットテープじゃないと。ワイパー。あ、ライト。ライト。これは何ですかね。それ後ろの熱線です。あ、熱線。やっぱ高級車には熱線が昔ついてたとですね。うん。ほら。
コルト。反対から読むといけませんね。どうですか俺のマシーン、ブルーバード。いいね、懐かしいね。でしょ、うん、でね、自慢はこのリモコンドアミラーついとるでしょ。これなんだ、もともとついとった時、今ちょっとついとらんですけど動くんだ。そう、あ、もう一つ自慢があるですよ、当時のままのカーオーディオ。かっこよくなかですかそれ。カーオーディオ、これそれ。これかっこよくないですよ、今はね、もう見んですよそれ。今ちょっと調子がちょっと良くないんですけど、修理せんと。イオって何これ。イオ、ユー、ヒデミ、チエミですよ。チエミちゃん知らんですか。これチエミちゃん、これも今ドリフでよく歌っとるじゃないですか、割り掛けに。これいっぱいあるんだ、これいっぱいいっぱい。これはね、コレクションですよ。これ4連装マガジン。4連装マガジン、そうですよ。音声多重レッスン円加速放版。懐かしか、懐かしか。見てください、 2000GT 誇らしげな赤エンブレム、あばかりの GT は道を開けろみたいな。あったね、あったんですよ。この車が道を開けとったんですよ。ダメなの、ダメなの。というわけでやっぱりね、こういう車もうちょっとかっこよくね、50年代ルックにしたいと思ってですね、そう、これから、うん、物色にね、行ってみましょうか。さあ、ここがショールームですよ。ショールーム、そう、あの単なるね、属車販売店と勘違いされていますが、ショールーム。ほら、ここにはほら、2007年東京オートサロンなんとかグランプリ取った車がここにほら置いてあるじゃないですか。前セドリック、後ろが見た見た。グランプリはうち、え、うちのスープなんです、グランプリ取ったのは。あ、はい、明るい時に取ったのは長さんですけど、日が暮れて閉館した後に我々で決めたグランプリはこれなんです。そうなんだ。そう、お展示がしてあるとですね、これがね、最近流行るステーションワゴン、最新型車も置いとるですね、サンルーフ付き、うん、で昔はですね、現役の頃はここに亡くなったおじいちゃんが寝とったんです運ばれていくとですね、これもほらこんにちは状態のすごすぎる。これ今チームオレンジを狙っとるらしいですよ。これでドリフトすんの。そうそう、これでなんかドリフトしようかな。さあ、そしてこれが今この店一番の売り出し中の LB、 セリカリフトバックですね。 LB だ。そう、これだけちょっと展示しているスペースが違うじゃないですか、観葉植物があったり。植物なんだ。そう、特別展示車両なんです、ね、あ、ダメですよ、触ったら。嘘、指紋がつくじゃないですか。指紋がつくんだ。売り出し中の車触っちゃいかんのです。あ、いけないのね。ショールームは終わって、ここはね、チューニングガレージなんですよ。ガレージ。そう、こういっぱいの売り物のアクセサリー、アクセサリーかっこいいですね。これが今一番現在グリップするタイヤですね。アンドバン HF タイプ D。 傷一つない、もうピカピカの新品と一緒。あ、ホイールも林じゃないですか、ほらね、林ストリート、ストリート。え、大輔さん、俺ですか。はい、おったですか、やっぱり。こんにちは。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。あのですね、今日は、はい、私のね、サメブルと中さんの GTO をね、ちょっとかっこよくしたくて、はい、この秘密基地に現れたんですよ。そうですか、うん、まあ、一応うちは昭和車の分だったら何でもあるんで。もうそう思って、ね、任せてください。もう先生、お願いします。お願いします。これが GTO ですよ。ああ、これは中期型ですか。48年かぐらいのですよね。よくわかるですね。テールランプが多分中期なんで、まあ、オーバーヘンダーがついてれば最初から多分これは48年でだと思います。さすがただものですね。さすがだね。さすが詳しか。でもちょっとこのでかいホイールがちょっとそう、あ、ホイールがですか。はい、でもデザインは、この方の GTO はなんかやったことあるんですか。はい、そうですね、過去にやったことありますけど。どのようなことをやったんですか。まあ、最終的にやっぱタルガトップみたいな感じですか。本当ですよ、憧れの憧れの。でもデザインは元からかっこいいんで、細かいとこをやればちょっと昔っぽくなると思うんですけど。はい、そしてオイドンのマシン、これこれは結構かっこよくなると思います。でもブルはやっぱ部品つけないとこの形がちょっとぼってりしてるんで。ぼってりがかっこいいとですよ。よく一目でブルってわかるでしょ、ね、母親が昔買おうとして買わなかった車なんで、すごい残念だったの覚えてるんですよ、小学校の時。そうです、はい、じゃあこの2台とも、じゃあ今日はかっこよく、はい、お願いします。任せてください。愛車診断も終わったところで、お二人さんはつけるパーツを探しに大輔商店の秘密倉庫へ。いやいや、ワクワクしてきたです ね、なんかいっぱいあるですよ、宝物が。一応この辺がぐるっと一回りはタイヤで、あとボディーパーツとか。なるほど。あとこっちがエンジンミッションと、あと奥の方が小物とか、一番奥はマフラーとか、はい、足回りが置いてありますね。まあ大体昭和車の部品はそこそこ揃ってますね。やっぱり、ね、サメブルとか GTO のやつもじゃあいっぱいあるわけですね。いや、サメブルとか GTO はないんですよ。
人気のある車じゃないと部品も出ないんですよね。なるほどね、はい、でもね、どっかにあるはずですよ、はい、ね、いいものが、まあ、探してみてください。なんとかなるですね。